皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。はい、今日紹介するおもちゃはこちら、フレームトイズより発売の風雷アクションオプティマスプライム IDW バージョンです。はい、こちらはトランスフォーマーの非変形超絶造形可動フィギュアの黒からくりシリーズとか、トランスフォーマーのプラモデルキット風雷模型シリーズでおなじみのフレームトゥーズから発売された新製品、しかも新ブランドで風雷アクションシリーズという新しいブランドになります。その第一弾としてアメコミ IDW バージョンのオプティマスプライムが発売されました。今回もですね、メーカー様であるフレームトゥーズ様から商品をご提供いただきましたので、しっかりじっくりレビューやっていきます。はい、今回の新ブランド風雷アクション、漢字で書くと風雷可動というシリーズになるそうですけれども、これがどういったシリーズになっていくかというと、こちらはこのトランスフォーマーのプラモデルシリーズ風雷模型シリーズというのが、フレームトイズはありますけれども、その完成品バージョンということになるということですね。風雷模型シリーズはプラモデルキットなので、自分で組み立てたり、シールを貼ったりですね、塗装したい人は塗装してみたりという感じの、完全なプラモデルキットなんですが、こちらはそれをですね、もうすでに組み立てで、しかも接着したりしてですね、パーツの外れたりすることがないようにしていたりとか、あとは全塗装ですね、そしてこのリアルなウェザリングを施したものが今回の風雷アクションシリーズになります。なので商品としてはですね、もう完全にこの風雷模型のオプティマスプライム、こちらが塗装されたものという風な感じですね。何もパーツとか変わったりすることなく、そのままこちらが完成品バージョン、もうすでに組み立てられた状態で塗装までされているというような感じになります。ではパッケージ見ていきましょう。はい、パッケージはこんな感じです。これはまた風雷模型とかなり差別化してきたなというような感じですね。風雷模型の方にはめちゃくちゃかっこいいイラストが描かれていましたが、こちらはイラストとか全くなく写真と文字のみというような感じですね。上がこんな感じ、下はこちら。パッケージ正面は中身が見えるようなものになっています。見てみるとこんな感じですね。今回のこの風雷アクションの特徴としては、このリアルな塗装ですね、機械感であったり汚れ塗装ですね、ウェザリングがかなり本格的に施されています。あとこのですね、ディスプレイ用の台座がついています。はい、それでは開封していきましょう。蓋を開けるとブリスターが入っています。こんな感じ、手首パーツ、それからブラスター本体が入っていて、後ろにディスプレイベースがくくりつけてあります。はい、セット内容はこんな感じになっています。オプティマス本体と交換用の手首パーツ、左右武器持たせるようなやつと平手、それからブラスター、そしてディスプレイベースと、あとは支柱ですね、それからディスプレイベースの説明書ということで、本体の説明書はこちらの商品には付属しないということです。はい、ではまずは本体じっくり見ていきましょう。はい、風雷アクションオプティマスプライム全体はこんな感じになっています。いや、もうこの見た目の質感やばいですね。かなりリアリティがある仕上がりになっています。本当にもう全身くまなく全塗装ですね。塗装してないところないんじゃないかなというぐらい、背中のこういうバクバクのところ、背中の隙間、首のあたりとか、それから脇の部分、
っかりと全部くまなく塗装されていますね。それからやっぱりこのウェザリングリアリティを追求したようなこの土ぼこりっぽさであったり、金属の錆っぽいところ、それからオイルのような感じ、いろいろですね、見てるだけでいろんな想像がかきたてられるようなリアリティのある素晴らしいウェザリング仕上げになってます。はい、ウーライ模型のオプティマスプライムと並べてみるとこんな感じです。もう質感が一目瞭然ですね。こっちはですね、今回レビュー用に合わせて、フレームトイズ様からご提供いただいたウーライ模型のオプティマスプライムです。僕は持ってなかったので今回一から組み立ててですね、仕上げてみましたけれども、こちらはそのままキットを組み立てただけのものになります。シールを貼った素組みの状態です。この感じ、こっちはもうプラモデルそのままのテカテカ感が歩いて、これはこれでもちろんかっこいいんですけれども、この質感もう全く違いますね。わかりますよねこの全身の塗装、タイヤのこの擦れた感じ、汚れた感じ、金属錆びた感じとか、この隅のエッジのところとか、すすけた感じとか、めちゃくちゃ凝っているのがわかるかと思います。このですね、首とか脇のパーツ、構造はですね、こんな感じで機械感があるんですけれども、この部分、それから脇の部分、すごいですね。かなり細かな部分までしっかり塗装されています。顔も見比べてみましょう。こちらもしっかり塗装されています。目の部分もしっかり塗装、縁取りもされているので、はっきりとした輪郭ですね。こちらは目の部分はクリアパーツですが、クリアパーツもそんなに輝きがあるものではないので、こんな感じ。あとはやはりシールですね。シールを貼ることによってモールドがやっぱり死んでしまうので、この頭部の額の部分、模様とこの絵柄になっているのとはやはり質感が変わって見えると思います。それから塗装ともう一つ違うのが、このオートボットのインシグニアですね。サイバトロンマーク、こちらの風来模型の方はシールでの補足となっていますが、こちらは担保印刷になっているということで、綺麗にですねプリントされています。この胸の部分、真ん中もこっちも綺麗になってます。交換用手首パーツ、ちょっと平手で見てみましょう。左右違いますけれども、こちらが風来模型の方、こちらが風来アクションの方、こちらもしっかり手の指先とか関節の部分、しっかりウェザリングされています。それからブラスターですね、形状は全く一緒ですが、こんな感じ。こちらが風来模型、こちらが風来アクションのもの。ちょっとですね、出した時ホコリまみれになってるのかと思ったぐらい綺麗にウェザリング、綺麗にっていうのもおかしいですけど、しっかりウェザリングがされていて、この武器の使用感というのが感じられます。胸の部分、ビークルのフロントガラスに当たる部分はクリアパーツになっていて、内部にはマトリックスの造形があります。おそらくこの部分もですね、シルバーで塗装されていると思います。ちょっとした輝きがありますね。はい、風来模型シリーズ、バンブル、ドリフト、スカイワープと並べてみるとこんな感じです。バンブルが15センチぐらい、ドリフトが16センチぐらい、今回のオプティマスも16センチぐらいで、スカイワープが15センチぐらいになってます。それからもう一つ、アメージング山口のコンボイ、これも非変形のアクションフィギュア、そしてトランスフォーマー CG のコンボイ、オプティマスプライムになります。これが 15.5 センチぐらいですかね、オプティマス CG のコンボイの方は17センチぐらいあります。大きさはこんな感じです。可動を見ていきましょう。まず頭部、首の部分がボールジョイント、それから首の付け根が大きく前後に動くギミックがあります。
背中のこのウィングがパタパタ動きます。胴体は胸の部分ボールジョイント、それから腰の部分もボールジョイントで、さらに腰の部分に引き出しギミックがあって、大きく上体を動かせるようになってます。腕の可動、腕はこの部分、肩の部分で前後それから上下に大きく動かせます。グリグリすることもできます。内部の構造が素晴らしいですね。付け根で大きく動かせ、水平方向ロールがあり、二重関節で動かせます。手首のこの部分がボールジョイント、それから手首自体がここは筋接続でぐるぐる動かせるようになってます。腰パーツ、前だれの部分がこんな感じ、二重ヒンジのような感じで動かせるようになってます。上下ですね。後ろのリアパーツは左右くっついていてパカパカ動かせます。股関節は股関節の軸自体が大きく前後にスライドできます。足は大きく前後に動かせ、水平方向とロールも結構大きく動かせます。膝の動かし方が面白いです。膝は一重関節なんですが、こんな感じで大きく曲げられます。このタイヤの部分、ふくらはぎの部分が膝を曲げると内部に入る仕組みですね。バネとかは使ってないんですが、構造的にこのように入り込む構造になってます。このパーツがボールジョイントで動かせ、足は前後左右、それからつま先の部分が動かせるようになってます。ブラスターを持たせるときは手首パーツ、これを一度分解、もうこれも本当に風雷模型シリーズと全く同じですね。ここにはめて握らせてから手首を交換、手首をポッと抜いてはめる。武器持たせる用と、あとは平手パーツもあったりします。全身可動範囲はかなり広いので、片膝ポーズも余裕ですし、上半身の姿勢も綺麗ですね。両腕で銃を構えるポーズもできます。ウェザリングがされているのでかなり雰囲気が出てかっこいいです。付属のディスプレイベースです。マットな黒で結構モールドが入っていてメカニックな感じですね。特に塗装とかはなく、11センチ11センチの大きさですね。そしてこっちが支柱パーツ、3箇所動くようになっていて、この下のパーツを外すとピンの状態になります。四隅の穴にこの状態で取り付けることができて、ここの部分動かすと結構強度があって固めになっています。そしてこれを外して、この透明な部分、これはクリアパーツになっているんですが、これどこでも外せるようになっていて、これを外してひっくり返して他のところにくっつけておけるんですが、これをくっつけておいて、空いたところにさっき外したこのパーツ、これを分解してここに入れることができます。そうするとここがスライドして動かせるんですが、後ろにピンがあるので、このピンに当たらない部分でこの留め具をしておくと、これを固定しておくことができます。で、好きなところで止めておいて、この支柱を刺しておくこともできます。上の方はここも抜くとピン状態になっていて、このピンを刺すタイプか挟むタイプか選べるようになっています。この状態だとオプティマスの股の下に穴があるので、ここに刺してディスプレイすることもできます。挟むタイプの状態につけておけば、腰あたりを掴んでおいて空中に浮くような感じでディスプレイすることもできます。プラモデルとほぼほぼ同じ感じなので、本体は軽いのでこんな感じで浮かせておいても深
かはあんまりかからなそうですね。ディスプレイに向いてると思います。はい、それでは風雷アクションオプティマスプライムじっくり見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。フレームトイズによる新ブランド風雷アクションシリーズの第1弾が発売されました。こちらは今までのプラモデルシリーズ風雷模型シリーズの完成品というような位置づけのものになっていて、組み立て不要で、箱から出してすぐに遊べるものになっています。パーツなんかも接着接続されていたりするので、パーツが外れたりすることなく安心して遊べますし、何より、全身塗装がめちゃくちゃ素晴らしいですね。細かな部分までしっかりと質感もよく塗装されていて、リアルを追求したウェザリング塗装なんかはいろいろ妄想がかき立てられます。土ぼこりであったりとか、錆びついた感じの金属とか武器の使用感とかいろいろですね、イメージが広がって、付属のディスプレイベースも合わせてポージングなんかするとさらに楽しみが広がります。ちょっとですね、個人的に思う欠点というか、懸念されるようなところがあるんじゃないかなと思うのは、それぞれのシリーズ、ファンとか、購入者っていうのが無理やり分断されてしまったんじゃないかなと思うということですね。今までは風雷模型だけだったので、組み立てたり塗装したりそれぞれ、みんなですね、購入者の好きにやっていたと思うんですけれども、塗装済みのですね、ものが欲しいという人はですね、もうこちらの風雷アクションシリーズに流れるかと思いますし、そういう人は全く同じ形の風雷模型シリーズを買うのかなと、ちょっとどうなんだろうと思うところがあります。今後ですね、風雷アクションシリーズまだ第一弾なので、今後どうなっていくかはわからないんですが、ただ完全に、この完成品というだけの位置づけになっていくのか、ちょっとですね、いろいろ期待しながら見守っていきたいと思います。はい、それでは今日紹介いたしましたのは、フレームトイズより発売の風雷アクションオプティマスプライム IDW バージョンでした。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想などをお待ちしてますので、ぜひコメント欄の方にいろいろご記入ください。よろしくお願いします。では、今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クローでした。さようなら。バイバーイ。